宮迫です。そしてホリエモンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあご無沙汰しております。そんなご無沙汰でしたっけ。そんなご無沙汰ですよ。1年前、20年 YouTube 始めた時でしょう。そうそうそう、ほんまにまだふわふわしてる時。あれふわふわしてたんですか。ふわふわしてる時もう大丈夫ですか。もうまあさすがにも慣れはしたけど、慣れはしたけど、今より YouTube の難しさを痛感してる感じはするな。もうあれですよ、 YouTube どんどん見られなくなりますよ。まあまあね、そのいわゆる再生回数っていうのも全体的にやっぱ落ちてきてしまってるし。いやもう TikTok ですよ。 TikTok なんや。いやマジで？マジで。です。 TikTok で どういうこと、まあ、俺のイメージの TikTok はもうおっさんのやっぱイメージやから、なんかこんな揺れてなんか踊ったりとか。そうでしょ。最初 YouTube もそうだったんですよ。はいはいはい。それこそヒカキンとか、あんなんばっかになったんです。スライムプロとか、はいはい、それが僕とかほらオリラジの中田君とかが、はいはい、ビジネス系 YouTuber 的なものを始めて、なんかそういうこうジャンルができてきたんですよ、なんですけど、ちょうど TikTok がそうなり始めて、今まさにそうなんだ、はい、僕もだから短尺動画を出してますもん。すごく。これからはもう TikTok？ まだまだですけどね。でもこれからそうなっていく。ただもう10代は TikTok です、はいはい、でも YouTube はまた伝っていくってこと？もう見てないです。どうしたらええねん。本当なんですよ。待ってくれ。いや、やっぱほら、ホリエモンは、まあ、何でもなんか、さきさき言ってるイメージがあるから、はい、おそらくそれは間違ってはないんでやろうけど、もう全然聞きたくなかったな。そうなんですよ。もうね、大変なんですよ。いや、僕も、めちゃくちゃキャッチアップしていってるんですよ、それで。はい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 。で、僕、なんか分かったんですよ。僕がブログとかやられてたでしょ。アメブロやってたでしょ、うん、だアメブロの前にライブダブログっていうのを僕らが始めたんですよ、でもう本当日本のブログの最初期、はいはい、でブログを僕始めたんで、情報発信って、SNS の前はブログだったんですよ、はいはい、ブログを見て、でその後、まあ、ブログがもうちょっとカジュアル化して、なんか携帯で見るアメブロ、はいはいはい、みたいになったじゃないですか、アメブロの行と行の間を3個とか開けるじゃないですか。あれが僕意味わかんなくて、あれ全然読みづらいんですよ、僕は。僕本とか読む方なんで、人なので、はいはい、時間がこう詰まってないとめちゃくちゃ嫌なんですよ。ほうほうほう。だけどみんなめっちゃ開けてるじゃないですか、芸能人って大体、開けてる。これなんでなんだろうなと思ったら、いろいろヒアリングしたら、いやこっちの方が読みやすいでしょってめっちゃ言われるんですよ。ほうほう。だから、あんまりこう字がギュッて詰まってたら、多分大多数の人読めないんですよ。そうそうそう、俺はまあ本を読むタイプではないから、ギュッとしてると、そのギュッとしてるものを見てしんどなんだよ。あ、もうしんど、もうええわ。だからそういうことですよね。そう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 。だからみんなそういう風になって、で写真の方が楽だってなって、で写真にどんどん流れていったわけですよ。インスタってそうですよ、はいはいはい、でその後 4G になって、スマホとかでも動画がストレスなく見られるようになって YouTube が伸び始めて、なんですけど YouTube ってやっぱ長いんですよ。まあまあ確かに、ね、だからこれも多分倍速で見てるやつが多いんですよ、はいはい、で倍速で見るよりなんかまとめてくれたっていうか、要約してくれた方がいいんじゃないかってなったところに TikTok が来たんです。なるほどね、はい、こんな喋ってまだ10分ぐらいで心折られるとは思ってなかった。めちゃめちゃボキボキ聞こえてますよ。いや僕もだって最近ですもん、その話聞いて。え、言ったらホリエモンは TikTok で何をしてんの今？僕は僕の曲ノーテレフォンって曲を去年出したんですけど、それをとりあえず最初出そうと思って、それを皮切りにして今ビジネス動画みたいな、対談とか、僕の一人喋りみたいなのを、なんか LINE の画面みたいなのと一緒に文字と音声でもう本当に短尺で出してます、ね、なんか TikTok でその喋りを流すっていうイメージが全然やっぱ湧いてないわ、流せるような人が少しずつ出てきたんですよ。はぁ、だビジネス系もそっちで見るみたいな人が多分増えてくると思いますね。ほんまもうぶっちゃけて聞くけど、俺 TikTok で何やったらいいと思う？何やっ
ったらいいんですかね。まず歌じゃないですか。歌。歌。和田アッコさんの歌がちょっと流行ってたりするんですよね。はい、TikTokで。アッコさんの何の歌？最近のクリエイターの方とコラボして、うん、あの踊りがつけられるようなキャッチな曲がめちゃめちゃバズってるんですよ。踊らんやさん。アッコさんが？そうです。アッコさんが。もううちそんなん分かる。若い TikTok と並んでやってるんですよ。そう。アッコさんが？俺最初それ絶対受けるだろうなと思って、うん、前あの5時に夢中っていう番組に、はいはいはい、まあ、最近出てないですけど、うん、めんどくさくなって、うん、毎週出てたんですよ。はいはいはい、で中尾美恵さん。はい、美恵さん。わかります。もうわかります。だから中尾美恵さんの昔のヒット曲を、うん、あの TikToker、若い TikToker とコラボして、うん、踊りをつけて出したんだけど、うん、中尾美恵さんクラスだとちょっとインパクト足りなくてすごい人よ。すごい人なんですよ。すごい人やね。いや僕頑張ったんですよ。僕その番組の企画で TikToker を呼んで、うん、一緒に踊ったりとかして、うん、中尾美恵さん TikToker にしようみたいなのを2年ぐらい前にやったんですけど、うん、全然バズんなくて、まあでも同じコンセプトですよね。まあまあそう、ね、だもしかしたら時期が早かったのかもしれないです。俺あの歌ね、歌ってみたはあのやってんねんけど、うん、まあ、大体そのバラード系が好きやから、うん、自分の好きな曲って、まあ、あの恋愛失恋ソング的なものが大体多なってきて、そこに何の意図もただ好きやから歌ってみたをやってるだけなのに、失恋ソングやったらあの別れてしまって悲しいみたいなのが、やっぱツイッターとかであの元相方さんのことを思って歌ってるんですねっていっぱい来んねんけど、いいじゃないですか。いやそんなわけないやんか。いやでもいいじゃないですか。53のおっさんのことを思い浮かべながらあんええ歌歌うわけないやん。でもいいじゃないですか、それ。ええんかな。いやいやいや、それはいいですよ。僕もそういうのがすごく嫌だったんですけど、前は、うん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 、若い頃は、うん、僕なんか例えば野球チームを作ろうみたいに言った時に、うん、俺さんはすごいですね、近鉄を救済しよう、プロ野球界のために本当に頑張ってくださいみたいな応援メッセージがめっちゃあって、うん、はいはいはい、うわーでそこまで考えてるわけじゃないんだけどなと思いながら、うん、まあでもあそれはありがとうって思わないとダメなんですよ。あの独立リーグ、はい、目指した球団を作ったじゃないですか、はいはいはい、それはどういう意図で。あれも、うん、あれちょっと真面目な話すると、うん、ちょうど前僕がプロ野球参入しようとした時って15年前、はいはいはい、15年前何が起きてたかっていうと、うん、みんなが携帯を持って i モードとかでメールを送ったりとかしだした時期なんですよね、はいはい、しだして 2,3 年ぐらい 1,2、うん、年かな、うん、の時期でみんながやり始めて、うん、であれでコミュニケーションっていうか人の相方が変わったんですよね、うん、要は今から例えば野球に行くって言ったら、うん、多分2000年ぐらいは今からだから20年以上前って大体、はい、じゃあ何月何日になんかヤクルトの試合なんか神宮球場に見に行こうぜみたいなことをやって、うんうん、チケット前もって取って、うん、待ち合わせをして見に行ってたでしょ、うん、そうそうそう。だけど今は今日夜暇なんだけど神宮でビールでも飲みながら野球試合見ようぜみたいな、でチケット取っとくからさみたいな、オンラインでチケットピピッと取って行くじゃないですか、はいはい、うん、それができるようになったのがちょうど18年前とか、はいはい、それで地方って、うん、東京はそれでもエンタメいっぱいあるんで、うん、エンタメが供給不足にはなんないんだけど、地方ってないじゃないですか、うん、エンタメが、うん、だから野球ってもう超キラーコンテンツになるだろうなと思ったんですよ。で僕は地元は福岡で、はいはい、福岡に親戚とかいっぱいいて、うん、みんなダイエーホークスの試合見に行ってて、うん、なんだこりゃと思ったらそれだったんですよ、うん、でそれが分かったんで、あこれ仙台でも通用するわと思ってやったんですよ、うん、だから全然収益構造が変わって16年前か、うんうん、っていうのは、収益プロ野球の収益構造、広島を例にとるとすごく分かりやすいんですけど、はいはいはい、広島って当時売上60億円なんですよ、うん、そのうちの30億円が巨人戦の放映権料なんですよ、うん、はいはい、そうでチケット代15億なんですよ、で残り15億なんですよ、それで60億だったんです、うん、今広島の売上って、まあ、コロナ前ですけど130億くらいあるんですよ、うん、はいはい、でそのうちの半分以上がチケットと年間シートなんです。そうやね、6、7億ぐらいそれで売り上げてるわけです。それとあとグッズ、今放映権料で15億円だったの。はい、だからあのファンの人に助けてもらったってこと、ね、要は地方のファンの人たちが球場に足を運ぶ、うん、でお金持ちの人は VIP シート、年間シートを買う、うん、それでも埋まっちゃう、埋まらない人、あもう行けない人はテレビを見るみたいな感じのモデルに変わったんですよね。はあ、
だから今地方の球団の方が人気だし、パ・リーグの方が元気があるんですよ、うん、なるほどね、うん、今だから次の時代に来てて、はい、SNS が普及しきって、うん、4G が普及しきって動画で試合見れますみたいな時代になってると、うん、でクラウドファンディングだったり、うん、そのまあ、僕らのチームのことを最初は地下アイドルから出発しますみたいな話をしたんですけど、はい、うん、地下アイドルがじゃあ成立してないかって、地下アイドルって成立してるわけです、ビジネスとして。なんかすごいもんね。僕がコンサルをやる月額会費みたいなのあるんですけど、うん、はいはい、そこの中の一人にアイドル、うん、地下アイドルグループの社長が来てたんですよ。ほうほう。でそいつは結構才能があって、うん、でそいつが社長をやって7人かな、うん、アイドルグループが全部で、ね、年間売上1億ちょっと上げてるんですよ。はい。でアイドルに7割還元してるんですよ。3割しかトップオフしないんですよね。ほうほうほう。その社長は、はいはいはい、まあ、それでも1億以上売り上げてるんで、うん、社長の年収 2,3,000 万もらってて、アイドル一人一人が 1,000 万ずつもらってるんですよ。いや、俺さ、なんか去年うちのなんかアイドル一人1億あの 1,000 万超えたんですよ、年収って。それ夢あるな。申し訳ないですけど、うん、1ミリも聞いたことないようなグループですよ。嘘みたいな感じの人もおったりするやんか、その地下アイドルの中に、はいはいはい、もういわゆるほんまにあの街を歩いてる、うん、普通の女の子みたいな人いるでしょ。そうそうそう。つまり人間というのはそのメジャーアイドルばっかりが応援する人じゃないんですよ、うん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 、メジャーになったらいいなみたいな感じで、うん、そのマイナーなアイドルを推してその推しがどんどん成長していくのが嬉しいっていう人もいるわけですよ、うんうん、ってなった時にプロ野球ももっとちっちゃいあってもいいわけですよ。そんなだからその NPB の年間何十億も何百億も売り上げるようなチームじゃなくて、もう何億ぐらいの予算でやってるようなところでも今からこれもしかしたら成長するかもと思ったらお金も集まるし人も集まるしっていう。でネットで中継できるでしょ。なるほど。だからネットで全試合中継してれば見れるわけじゃないですか、行かなくても。これってでもそのどんどん増えていて細分化されていったら今のまた YouTube みたいになってしまったりしない、うん、だからあれですよ、うん、そのマーケットができてくるんですよ、うんうん、だからその今まで人間って働いてるでしょ、うん、で今なんか週休3日だの、はい、時短だの、うん、でみんなやってるじゃないですか、うん、コロナでそれが加速したと思うんですけど、うん、余暇時間がもっと増えてきてるんですよ、うん、だからそのスポーツを見る、うん、あるいは自分でやって楽しむっていう時間が余ってくるんで、うん、余ってくる時間があるんですよ、はい、それが仕事になるんですよ。以前ね、鈴木治君と対談で、宮迫さんはこの YouTube ですごい伸びていくみたいな話を12月ぐらい、はいはいはい、ぐらいにしてくれてたのは拝見してんけど、はい、全然伸びてないんだけど。いやいや伸びてますよ。伸びてる方ですよ。すごいよ。いや、うん、そのもちろんね、100万人以上登録をね、うん、140万人かはしてくれてるけど、うん、そっからねもうビタン止まってるから何も動かへん感じだ。それはまさに YouTube 自体が、うん、まあ、YouTube 自体の、うん、その頂点というか、はいはいはい、伸びが鈍化してるっていう。なるほど。だから TikTok とか、僕だから広い意味で言ってるんで、うん、TikTok とかそういうのに行かないとダメですよ。はい、でもまあ、それは思うのよね、また新しい、まあ、TikTok 大変だと思います。もう大変やし、また別のものも出てくるわけでしょ、はい、大変です。だから そんな辺の嗅覚ってもうないから、うん。いやもう嗅覚じゃなくて行くしかないです。行くしかないよ。TikTok にまず行くしかない。じゃあ、宮迫さん行かないとまずいでしょ。TikTok? はい。TikTok か。あと、はい、やっぱりある程度、うん、その、うん、エンズル側から、うん、多少はやっぱりプロデュースする側というか、そうなんだよな、そういうところにもどんどん行かないと、はいはいはい、うん、きついかなっていう自ら何かを作り上げていかないと。なるほどね、うん、別になんかそういう人たちを組んでもいいんですけど、僕、宮迫さんの演技が好きなんですよ、うん、はいはいはい、ありがとうございます。アットホームだと、阿部寛さんと、ああそう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 、はいはいはい、あれ最高でしたね。嬉しいこと言うてくれるわ。いやだから僕ドラマ界から去った2人ってもう演ね、宮迫さんと人、はい、なんだっけ、どの人、何かいますけどでっかい人、でっかい人、
去った人、去った人、去って最近ちょい復帰した人、ね、相方さんも最近朝の情報番組を、僕ね、あれに出てた人は、ね、キリンタマは違う、よみがえりに出てた人、よみがえりに出てた芸人、調べます、これ気になるわ、ちょっと調べて、はい、よみがえりに出てた芸人さんってもう誰だ、誰、山本さんです、山本さん、あ、山さん、極楽の、そう、山さんね、ほんで相方さんはちゃんとスッキリやってるよ、あ、やってない、やってるでしたっけ、やってる、吉本を退所された、あ、そう吉本退所された、スッキリはもうずっとやってるよ、スッキリはやられてるんですよ、そうそう、山さん、山さんね、うん、あと俺もちょっとあの、はい、語弊があるんだけど、別に俺去ったわけじゃないからまあ、いや最近ドラマ出てないからっていう話ですけど、あのお話がけえへんだけやから去ったわけじゃないの、わかりました、最近見てないなと思って寂しいなと思ってたんですよ、それは嬉しいな、まあ、元々も役者志望ではあったので、あ、そうなんですか、そう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 、でまあ、最終的にはというか、もちろん YouTube というの もやっていくし、もちろん TikTok というのもチャレンジはしたいと思うけど、最終的にはやっぱりお芝居がしたい、あ、そうなんですか、そうじゃあ自分でやればいいじゃないですか、それをあの最終的に考えてるんです、うん、だからもうやった方がいいですよ今から、はい、もう僕もやったんで、うんうん、あの別に僕はそんな別に役者志望なわけじゃないけどやったんで、うんうん、全然やった方がいいと思いますよ、宮迫さん歌えるからミュージカルとかもいいと思う、はい、ミュージカルか、はいはい、全然話は変わんねんけど聞きたいことがあって、はいはいはい、いや、まあ、どれぐらいデリケートな、でもミュージカルやった方がいいですよ、ミュージカルやるやる、あ、いや本当にやった方がいいと思います、やるって主催でやるやるやる、はい、それやるけど、ちょっと話変わる言うたら、はい、言っちゃいましたねもうやるやるやる、はい、そのうちやるけど、いや聞きたかったのよ、はい、あのその人とは僕も絡んでるからよく、はい、ひろゆき君と仲悪いってほんまなの、仲悪いっていうか僕が縁を切っただけです、うん、仲悪いんやそれいや、よくよく考えてみて、うん、いや僕去年、うん、餃子事件でめちゃくちゃなんか叩かれて、はいはいはい、あったね、で、あいつが炎上させたようなもんなんで最後はもともとは仲良かったんでしょ、まあ、別に良くないですよ、今考えると、うん、別に仲良くないなと思ってます最後のその絶縁というか、はい、あ、そう、餃子です、今後も交わることはないってことなの、ないですね、なんか冷静にちゃんと考えてみたんですよ、交わることのメリットって何かあるかなと思って、うんうん、ないっていうで、まあ、絶縁をしましたと、絶縁する前はなんかすごい言い合いになったってこと、言い合いになりましたよ、ツイッター上で、これはもうちょっと無理だなって、あ、そうなの、うん、もうな平行線、どんだけ平行線喋ってももう無理、はい、あ、平行線っていうか別に僕もそんなモチベーションないし、何言ってんのみたいな感じだし、こっちは、はあ、特に餃子の事件に関して言うと、はい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 、うん、なんか別に仕事でね、うんうん、その対談みたいなのはしてたけど、はいはい、うん、別にそのプライベートで仲がいいわけでもないし、はあ、もうだからこれは関係を持たない方が健全だなと、俺は少なくとも、はいはい、向こうは知らんですよ、うんうんうん、っていう話で、あ、俺は別にいらないかなみたいな万が一、はい、ないですねまだ何も言うてへんやんかいや、でもね、似たような企画は来るんですよ、すぐ、あ、あのその急に2人が会うみたいな、あ、よりももっと嫌な企画が、うん、この間ね、あの某じゃないけど、アベマ TV の、はい、そのプロデューサーがもうひろゆきと僕がなんかタッグを組んで論破王、はい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 、俺とひろゆきを論破できたら1000万みたいな、もうくだらねえなこいつら本当に絶対やんねえよ結構だから、うん、ある意味ドライですよね、すごい、ああ、いや、あの企画会議するやんか、その中でほら、俺ひろゆき君とよく絡むからさ、あの上がったのがなんかこんな風に喋ってて、ここでモニターがあって急にひろゆき君がパンって映って、あのお久しぶりですって言ったらどうなるのかみたいな企画があったりとか、ああ帰りますねやらんでよかった、はいはい、まあでもそんな何人かですよ、3、4人ですよ、僕そうやって切れてる人は、
ただ僕の場合は、うん、本当に仲がいい人、うんうん、だから要はプライベートでもいつも会ってて、はいはいはい、あのっていう人は基本的に好きなんで、うん、その意見の相違とか、はいはい、あの一時的な何かトラブルがあっても、うん、まあ、喧嘩して仲直りしますよね。なるほどね。もともと仲がいい人とそうでない人、相手のことをリスペクトしてる人、はいはいはい、好きな人、はい、とは喧嘩はするけど、うんうん、そうやって切れることはないです。最後にこれ最後に聞くけど、はい、絶対敵に回したくないから聞くねんけど、俺のこと好き？全然どっちかっていうと好きな方です。ああ、よかった。いや、どっちかっていうとって、いや逆にどっちかっていうとっていうか、すごいなんか好きですってあの言うほど、うん、そこまで関係性を、うん、なんかそんななんか懐入っちゃっていいのかなとか、うん、とりあえずまああの喧嘩しても仲直りできる存在という。うちのひろゆきもよろしくお願いします。ひろゆきじゃないですよ。よろしくひろゆき。あ、そうか、ひろゆき。そう、ひろゆき。そうか。そういうふうに言われる。あ、そうか、ひろゆきか。そうか。宮迫さんの名前が、まあまあ、名字の方がね、やっぱり。大きすぎて、ひろゆきだ。そうだ。ひろゆきなんだ。しかも字も似てません？一緒ですよね。一緒なんや。はい、じゃあ、こっちのひろゆきは大丈夫。わかりました。大丈夫。そう、こっちのひろゆきは大丈夫。同じですよ、ひろゆき。うんうん、そう、名前はね、名前は一緒、漢字まで一緒いや、そう、漢字一緒やったよ、はい、じゃあ、 こっちのひろゆきは大丈夫ということで、はい、大丈夫です、この後、ホリエモンのチャンネルの方で、はい、まあ、また対談投稿させてもらいますので、そちら貼っつけておきますので、皆さんそちらの方もご覧くださいということで、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。熱い。